こんにちは、エバトタケシです。今回は嫉妬に支配されたまま幸せになれないで終わってしまうことがあるというテーマでお話ししていきたいと思います。自分にないものを持っている人を見て自分の方が劣っていると嫌な気持ちになることを嫉妬すると言います。嫉妬すると、いや、私はあなたより劣っていませんけどと証明したくなります。私はあなたより下ではありませんからと証明するために、相手が持っているもの、あるいは相手より優れているものを手に入れたくなります。あいつは80点で俺は60点だ、ムカつくぜとなると、俺も80点取ってやるとなったり、いや、俺は100点取って圧倒的な差を見せつけてやるとなったりします。〇〇さんに彼氏ができた、私も彼氏が欲しい、〇〇さんの彼氏よりもっとかっこいい彼氏が欲しいとなったりします。相手が持っているものを自分も欲しいと思ってもなかなか手に入れることができないことがあります。俺も80点取るぜと勉強を頑張っても60点しか取れないことがあります。彼氏が欲しいと願っても付き合いたいと思える人と出会えないことがあります。相手と同等のものを手に入れることができないという状態が続けば続くほど、自分の方が劣っていると感じている時間が長くなります。そしてそのような劣等感に耐えられなくなると、相手が持っているものを壊したくなります。いつも80点取っている相手の足を引っ張りたくなります。勉強なんかしても意味がないよ、勉強しないで遊んだ方がいいよ、勉強なんてやめちまえよと邪魔をすることで、相手を自分と同じ60点しか取れない人間、あるいは60点以下しか取れない人間にしたくなります。あの人すごく性格悪いよ、あんな人とは別れちゃいなよ、みんなもそう言ってるよと説得することで、相手を自分と同じ彼氏がいない状態に引きずり込みたくなります。またどうしても相手の上に立ちたいという思いから、相手の彼氏を奪いたいという衝動に駆られることもあります。相手の持っているものを奪いたいという思いが行き過ぎると戦争になることがあります。あいつらは俺たちが持っていない石油を持っている、ムカつくぜ、石油を奪ってやれとミサイルを撃ったり爆弾を落としたりすることがあります。自分より恵まれている人や優れている人を見ると、自分が劣っているような感じがして嫌な気持ちになるのは自然なことです。しかしそこで、相手と同じものが欲しい、相手よりいいものが欲しいという思いにとらわれると、自分を幸せにすることがない活動に励むことになります。相手と同じ点数を取らなければいけないとなることで、本当は別にしたいことがあるのにそれをしないで大嫌いな勉強をするというつまらない時間を過ごすことになります。〇〇さんに彼氏がいるのなら私も彼氏を作らなければいけないとなることで、本当は彼氏が欲しいと思っていないのに彼氏を作ろうとするという面白くない時間を過ごすことになります。嫉妬にとらわれることで、うまくいっている人の邪魔をする、幸せそうな人の不幸を願う、成功している人の悪口を言うなどといった自分を幸せにしない活動に貴重な生命時間を費やすようになります。ということで、あの人が持っているから私も欲しい、みんながそうしているから私もそうした方がいいという考え方をしている自分に気づいたら、それは本当に私が欲しがっているものなのかと自分に問いかけてみてほしいと思います。私は本当にそれをしたいと思っているのかと考えてみてほしいと思います。あなたは自分が本当にしたいことをすることで自分を幸せにすることができます。あなたは他人より優れていなくても好きなことを自分にやらせてあげれば幸せになれるから大丈夫です。私はあなたより劣っていませんよと証明することに忙しくなりすぎて、自分を喜ばせたり楽しませたり気持ちよくさせたり
心地よく察したりすることを忘れないように気をつけていきましょう。